皆さんこんにちは。先日新三国無双最新作の発表が2024年中に来るかもしれないということで、インタビューや公営公式の元日ツイートでも発表されたわけなんですが、最新作が発表されるとすればどんなシステムにしてほしいか、いろいろ波乱が巻き起こりそうですよね。そんな中で一部ユーザーの願いでもある最新作を爆発的に売り上げるために、その前段階として新三国無双2のリメイク作品を出してほしいという件について動画を作成しました。ということで今回の動画では、もしリメイクされるなら新三国無双2の改善要望要素を発表していこうと思います。多くのユーザーから今も愛される2なんですが、もちろんそれだけでも面白くはあるものの、やはり現代のゲーム感から評価すると操作感や鬼畜すぎる要素など問題は山積みとなっている作品でもあります。そんな2をもしもこの先リメイクする可能性があるとすればということで、ベースは残しつつも適度に改善し、ある程度難易度は保ったままで若いユーザーにも刺さるようなリメイク作品になるように改善要素を語っていきたいと思います。もちろん素人目線での改善要望なので、ここで紹介すること以外にももっとあると思いますし、全てを実装することはもちろん不可能です。ただこの動画で少しでも実装につながり、リメイク作品はもちろん、その後の最新作の売り上げも爆発的に伸びてくれればと思います。それではもしもリメイクされるなら新三国無双2の改善要望要素を見ていきましょう。まず一つ目はグラフィック上昇についてです。もともとプレイステーション2のソフトとして発売された新三国無双2ですが、ここはリメイクされるならおのずと改善される部分だと思います。正直2は当時で言えばトップクラスに綺麗でリアルなグラフィックなんだと思いますが、やはりリメイクされてプレイステーション5等で発売し、グラフィックや解像度を一気に上げてくれると興奮しますよね。ただ新三国無双8のプレイステーション4版みたいに動きがカクカクしてしまうとストレスが溜まってしまうので、処理落ちやフリーズしない範囲での現代に合わせたグラフィックの上昇をお願いしたいですね。ただし敵に対しての斬撃音などの SE は2がかなり良かったなと感じるので、一新はせずそのまま、あるいは SE ベースは残しつつ多少アレンジを加えたものにしてみてもいいかと思います。2つ目はロード時間短縮について。これもおのずと改善されるとは思いますが、やはりステージ開始時や終了時などの読み込み時間が昔のハードだとどうしても長く感じてしまいますよね。作品を楽しんでいてもロード時間が長いと熱が冷めたりもしてしまうので、ロード時間もそれなりに短くしてもらえるといいかなと思います。ただし先ほどのグラフィック上昇やその他改善によりハード的に厳しくなる気もするので、個人的には優先度は低めかと思います。ロード時間短縮してクオリティ下がるぐらいなら別に長くてもいいと思う。3つ目はユニーク武器システムの復活、また武器数の増加。新三国無双2の醍醐味といえば、やはりシリーズ初のユニーク武器の実装ですよね。キャラごとに用意された高難易度で特定条件を満たした時のみに取得できる武器取得がやっぱり楽しくて、1人でも2人でも取得できたり、誰でも簡単にできる軽いやり込み要素だと思うんですが、最新作のナンバリングのようにお金で購入したり錬金したりなど、ややこしいことは抜きにして決め打ちされた入手方法なので、難しいことは考えなくても楽しめた本システムをもう一度復活してほしいですよね。取得条件もそのままでは少し物足りないので、若干難易度を上げたりするなどをしてもらえると、思い出補正も相まってかなり盛り上がるんではないでしょうか。さらにユニーク武器を第6武器まで増加させ、さらに取得武器数を増やしてくれると、まさにリメイクって感じがしてより良い作品になるのではないかと感じます。4つ目は猛将伝込みで1つのディスクで出してほしい。これに関してですが、これはもう間違いなくリメイクされるとすれば実現すると思いますね。2から7まで、まあ、5を除いて長いシリーズで無印と猛将伝でディスクを分けて発売されているんですが、このディスク分け結構面倒ですよね。まあ、猛将伝は無印版にない追加要素があったり、無印で懸念点のあった部分のバランス調整をしたりするためにあるものなので、新作となると多少厳しいかもしれませんが、7の With 猛将伝のように早かれ遅かれディスク1枚で無印も猛将伝も遊べるようなものは出るはずなので、すぐには出なくともこの点は確実に改善される要素かと思います。まあ、今回は新作ではなく2のリメイクという観点なので、ベースはある程度出来上がっているため1枚のものにできそうな気はしますね。5つ目は馬のスピードアップについて。新三国無双2で地味にストレスとして話が上がるのが馬のスピードに関してかと思います。
ダバはもちろん最速の関戸場でさえ2の中では遅い上にマップも2自体が特別広いのでかなり馬での移動時間がかかってしまうのも問題点かと思います。まあ実際の戦場に近いのはもちろん2ですし、その時間も込みで全員生還などのやり込みも実現しているので、ここは多少意見が分かれるところかなと思いますね。皆さんはどうでしょうか。3くらいから関戸場のスピード感が板についてきた感じはあるので、リメイク作品でも実装してほしい人が一定数いるかなと思い今回挙げてみました。6つ目は敵の無双ゲージの可視化についてです。これは前出した動画でのコメントにあったものを抜粋してみたんですが、敵の無双ゲージを可視化してみてほしいという意見がありました。まあ2って敵が予備動作なしで無双乱暴を発動してくるので、例のプリウスの追突事故に怯えながら戦わないといけないストレスから来たんだと思います。ただこの敵の無双ゲージが見えないことで毎回ドキドキハラハラしながら戦闘を進めていく楽しさが跳ね上がると感じたので、僕個人としては可視化はしなくてもいいかなと思いますね。ただ今回の可視化というのはあくまでも敵の無双ゲージがどうなっているかが分かるようになるだけなので、無双乱舞前に前兆はない前提ですよね。4のように無双乱舞前に予兆があれば正直ヌルゲーになってしまいますが、例えばカンネが無双ゲージマックスで仮死状態で近づいてきたら、仮に発動されても対処のしようがないため、案外オリジナル作品よりもビクビクしながらプレイすることになるかもしれませんね。スリルという意味では確かに可視化してもいいのかもしれません。7つ目は無双モードの改善。オリジナル作品は無双モードが各キャラごとに用意されており、7ステージか10ステージほどありました。その中でも僕が気になったのは決まったイベントムービーしかないことです。2は誰でプレイしてもそのステージに用意された汎用ムービーが流れてくるわけなんですが、ぜひキャラごとの生涯を描くような無双モードにしてくれたらいいなと思います。4とか5は割と人物ごとの生涯を追っていくような無双モードだったので、ムービーを追加してもっとキャラに感情移入できるようにリメイクしてくれると嬉しいですね。8つ目はキャラステージの追加について。2をリメイクするにあたってかなり重要になってくるのが追加要素ですよね。2作目ということでキャラ数は41名、ステージも多く、前作新三国無双と比較するととてつもない成長を見せている本作ですが、最近のナンバリングではステージもさることながらキャラクターも90人と劇的に増加しています。そのため最新ナンバリングにしかプレイアブル化されていない武将を通用に少しデザインし、レトロにしてプレイアブル化してほしいという意見もありました。馬体やテーフなどすでにプレイアブル化されているキャラはもちろん、文章や顔料などもぜひプレイアブル化してほしいと思いますね。9つ目はキャラデザインの追加。オリジナル版では全キャラ第2コスチュームが用意されており、全般的に色が変化したり、呂布や孫昌子には戦記コスチュームが用意されているんですね。リメイク作品ということもあり、デザインについては全ナンバリングのコスチュームを選択できるようにしてほしいです。そうすれば昔ながらのオリジナルデザインでも遊べつつ、新しいデザインでも遊べるため、気分を乗せるという面ではかなり画期的なリメイクではないでしょうか。実際3では2のデザインを選択できたりもするので、その延長線といった感じでそこまで難しくないと思いますし、ゲームシステムに何かしら影響を与えるような改善でもないので、まあプチリメイク的でいいかなと思いますね。10個目はユニーク武器への付加属性の自由化について。2はシリーズ初の武器に属性が付加されたナンバリングになります。2で登場する属性はコンボが続く限り敵を燃焼させる炎属性、敵に雷を帯電させ集団感電によるスタン及び無双ゲージを増加させる雷属性、攻撃範囲の増加及び敵を垂直に浮かせる風属性、武将に大ダメージ、雑魚は確定で一撃死になる残属性、武器ごとにレアアイテムが付加されアイテム枠節約につながる光属性の5種類が存在します。僕がこの属性でリメイクしてほしいのは、どの武器にもこの中から好きな属性を付け替えできる機能ですね。2で鬼畜だったのは炎属性と残属性がアホみたいに強すぎたことによるその他属性の汎用性のなさだと思います。決まったユニーク武器から決まった攻撃にしか属性が付加されないことに加え、そもそも強い属性が付いているキャラ数が少ないことによるキャラごとの格差があまりにも多すぎたことで、無双やり込みユーザーは別として、大抵の一般ユーザーは強キャラしか操作したくないという状態になったことと思います。そこでリメイク版では属性はそのままに、どのキャラのどの武器にも属性を付け替えられるように改善してほしいと思います。
そうすることで一般ユーザーもある程度楽しむことができ、オリジナルと同じ縛りプレイがやりたいやり込みユーザーはオリジナル通りに付け替えればいいだけなので、2の問題点でもあった楽しいけど難易度が高すぎて楽しめない人にも安心して楽しんでもらえるような作品になるんではないでしょうか。あと単純に残や炎がついてなかった弱キャラで遊びたいです。ちなみに属性の増加や風属性の廃止も欲しい人がいるかもしれませんが、僕個人の意見としてはそこを変えてしまうともう2ではなくなってしまう気がするので、改善しない方がいいかと思います。あくまで僕の考えるリメイクは従来の遊び方もできつつ、さらにユーザー層を広げて多くの人に楽しんでもらえるような最新作につながる改善なので、属性の付け替えはかなりいい改善かと思います。11個目は不要アイテムの一新。本作のアイテムは通常アイテム、レアアイテム合わせて40個存在するんですが、この中であまりにも必要性皆無なアイテムが多すぎるんですね。そこら辺の改善を要望します。階級に左右されずどの馬にも乗れる皇帝アブミは難易度優しいで呂布を倒せば石飛ばが取れますし、騎乗中に矢を受けても落馬しないフリタズナは完全上位互換の無双鎧があります。さらに重心靴輪なんて馬の場所くらいリメイクだったら当たり前のように分かるようにしてほしいですよね。まあフリタズナは無印版のレアアイテムなので、猛将伝で出た無双鎧とは使い勝手が違うためどうしようもなかった感はありますが、マニアックス装備縛りで使う以外通常プレイでは正直いらねえなと思うようなアイテムが結構あるため、できれば新しく何かアイテムが追加されればいいかなと思います。例えばそれこそ前に紹介した敵の無双ゲージが可視化できるアイテムや、馬を自分の元に呼べるようなアイテム、寒冷対策で体力一定以上の時に一撃しダメージを無効にし瀕死で1回のみ生き残れるようなアイテムなど、戦術の幅を広げる意味でも不要アイテムの一新をしてもらえるといいかもしれませんね。12個目は光属性のランダム化について。先ほど紹介した属性の中にある光属性があるんですが、そこの改善についてですね。光属性は紹介した通りオリジナル版では特定キャラのユニーク武器に付加されている属性扱いされているもので、効果はレアアイテムの中から一つアイテム枠を消費せずに装備できるものとなっています。これがかなりキャラによって差があり、曹操の5武器聖光の関係には無双鎧、呂布の5武器鬼神宝殿劇には石とアブミなどかなり有用なアイテムが付加されているキャラもいれば、天意の5武器滅海ゴズには謎の敵のアブミという狂ったアイテムが装備されていたりと、意味不明なアイテムの場合全くメリットのない属性になってしまうんですね。そこで考えた改善策が、付加されるアイテムをその都度ランダムにしてやったら面白くなるんじゃね作戦です。もうその名の通り付加されるレアアイテムをランダムにするんです。どうですか、これ絶対面白くなると思うんですけどね。考えようによっては属性ランキング上位にも食い込めると思いますし、縛りプレイでも式ガチャぐらい重要度も上がりそうですし、友達とプレイする時も盛り上がりそうですし、大博打アイテムに変貌させてみてはどうでしょうか。僕は結構いいと思います。13個目はチャージ後の跳ね上げからのコンボの改善。これはね、僕が前々から思っていた話で、2屈指の雑魚キャラである諸葛亮をはじめ、通常攻撃が壊滅的な聴覚や芝居などが、チャージ後の跳ね上げからのコンボが続かないんですよね。チャージ後は敵を跳ね上げてからお手玉するときに有効で、一度ハマってしまえばどんなキャラでも無双できる有能攻撃になるんですが、そのチャージ後で跳ね上げた後に拾えないキャラがいます。これがやっぱりきつくて、拾いたくても拾えずに仕切り直すのがかなりきつかった思い出があります。そのため多少でいいのでチャージ後のモーションをコンパクトにしてもらって、どのキャラでもある程度安定して拾えるようにしてくれれば使いやすさも上がるのではないでしょうか。14個目はオートロックの廃止。これは皆が望むリメイクで欲しい点ではないでしょうか。なんといっても2の鬼畜なポイントはこのオートロックによる標的固定ですよね。通常プレイをはじめ武器取得やさらに縛りプレイにおいてこのオートロックが欲しいなんて狂ったことは一切思えません。狙いたい敵が狙えない、集団から外れ即割り込まれるなど、多くのプレイヤーが地獄を見続けてきたオートロックをぜひリメイクでは改善してほしいと思います。オリジナル版でもかなり悪評だったにもかかわらず、なぜか3でも引き続き実装され、4でやっと廃止されたため、仮にリメイクされるのであればさすがに嫌がおうでもオートロックは廃止してくると思うんですが、どうでしょうか。
このオートロック、確かに時と場合によっては非常に使い勝手がいいもので、集団戦ではさすがにゴミシステムのままですが、対マン、特に範囲がゴミかすな雑魚キャラや縦攻撃でそもそも攻撃自体が当たりにくい聴覚や郊外などでプレイする場合はめちゃくちゃ普通に使いやすいんですよね。最近のゲームってアクションゲームとかでもオートロック機能あると思うんですけど、だいたい使い分けができるイメージで、右スティックの押し込みでロックも解除もできるようなイメージなので、対マンか集団戦かによってオートロックを使い分けれるようにしておけばかなり面白いんじゃないかなと思います。廃止してもいいけど、考えようによってはオートロックありきの無双2の難易度っていうのもあるので、縛りプレイの一環として継続してもいいかもしれません。ラスト15個目は防御力システムの緩和についてです。この防御力システムによる弊害が無双2が鬼畜と言われる最大のゆえんではないでしょうか。このチャンネルでもこの防御力システムに関しては散々説明しているので詳細は省きますが、2には防御力の超絶鬼畜仕様が存在します。簡単に説明すると、本作の防御力は素の防御力と弓土兵に対する弓防御力があり、玄武校などで素の防御力を上昇させても弓防御力は一切上昇せず、さらに素の防御力が上昇した分敵の攻撃力が比例して上昇するという仕様になります。このシステムによる激キツポイントは次の通り、1つ、玄武校等による素防御力上昇分敵の弓攻撃力が上昇。ただしプレイヤーの弓防御力は上昇しないので、ただただ遠距離敵攻撃が鬼神化して一発被弾するだけでアホみたいに体力を持っていかれてしまう。1つ、数防御力上昇分の敵の攻撃力が上昇。ただし自身の防御力を上昇させても味方全体の防御力には一切反映されないので、味方の被ダメージが上がり配送スピードが格段に上昇する。このようにただただ自身の防御力を上昇するだけで自分も味方も被ダメージが上昇してしまう全く得のないシステムが2には存在しているんですよね。そのため最強難易度での高難易度ステージでは防御力を上げなくても歩兵が強く上げたら上げたで遠距離からボッコボコにされる、まあなんともプレイヤー泣かせな状況に陥るわけなんですが、この防御力システムを廃止もしくは緩和してくれるといいかなと思います。無双強ユーザーであればこのギリギリの難易度がたまらないのもわかるんですが、あくまでも今回の趣旨は最新作を売り上げるための2リメイクに求めるものなので、もっと幅広いユーザーに楽しんでもらうことを最優先にしてリメイク点を考えています。これも敵が強い縛りみたいなモードを別に選べるようにして、防御力システムを自由に選べるようにしたら、それぞれがそれぞれの楽しみ方で無双2を遊べるのではないでしょうか。皆さんはどう考えますか？コメントで教えてください。今回はここまでにします。2024年中に情報解禁されるかもしれない三国無双シリーズの最新作、そこに向けて今一度ユーザーの心をつかむべく前段階として三国無双2のリメイクを出してみてはどうか、仮に出すとすればどんなリメイクにすれば多くのユーザーの心をつかめるのかと思い立って動画を作成してみましたが、いかがだったでしょうか。もしこの動画が光栄さんの誰かの目に留まって、少しでもほんのちょっとでも2のリメイクを作ってみようとなってくれれば嬉しいですね。はい、今回はここまでにします。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。